はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。はい、いきなり質問なんですけど、あの YouTuber にとって大事なことって何だと思います？僕3つあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まず1つ目が情熱を持って取り組むっていうこと、で2つ目が嘘をつかないっていうこと、はい、でそれで3つ目が再生数を取るというところかなって僕思ってるんですけど、昨日ですね、僕自分のことをお話しさせていただきました。はい、見てくれた方ねいらっしゃるかもしれないですけども、僕がね巨人をクビになった話ですかねっていうのをさせていただきました。でこの動画っていうのは、僕自身の話題なんで、あまりね再生回数が回らないだろうと思ってたんですね。で実際のところ、正直あんまり回ってないんですけど、コメントとかでですね、小山さんの人生というか面白いですねとか興味深いですねみたいな感じでね言ってくださる方が多数いらっしゃって、なんかもっとなんかプロに入った経緯とか、いろんな話を小山さん自身の話をもっとしてほしいですっていうようなコメントがね結構あったんで、今日はね、この動画回らないっていうのをもう分かりながらね、YouTuber としてね一番大事な3箇条の中の再生数っていうところをですね捨ててまでね、ちょっとね今日はね僕がどういうふうにプロ入りしたのっていうところをちょっとねお話ししていこうかなというふうに思ってます。結論から言うと、僕はすごく特殊です、プロに入った経緯としてはね。タイトルとかでね、サムネとかタイトルで見てね、何なんやろって思われた方いらっしゃるかもしれないですけども、僕自身ね、高校、ぐらいからね、キャッチャーちゃんとやり始めて、中学ぐらいからある程度やり始めて、で、高校は京都の東山高校でともに行ったんですね。で、本当、もともとはですね、僕、大阪の履正社という、強い高校、に進学予定だったんですけども、いろいろね、結構ね、問題がありましてね、そこの高校に行けないことになったんですね。で、しゃあないかっていうところでね、京都の東山高校、こんなこと言ったらダメなんですけども、に進学することになったんですよ。で、僕そこで驚いたのがですね、野球とは全く関係ないんですけど、男子校だったんですね。おい、男子校かよって、おめえ、この、花の高校生活、お前、女の子おらんのかよっていうところでね、がっかりしたのはね、今でも覚えてますと。で、もともと履正社高校っていうところに進学予定でしたので、京都の東山高校は履正社高校よりはレベルが落ちるというところで、1年の春かな、1年夏ぐらいからね、もうレギュラーとして出場させていただいてたんですね。でですね、甲子園出場とかは全然ね、無縁の高校生活でしたし、僕も自身もね、京都でそんなにめちゃくちゃ有名な選手ではなかったですから、プロとかっていうところはね、あまり考えてなかったんです。考えてなかったし、頭には全然なかったんですね。ただ、大学に進学するときに、なんかいろいろね、スポーツ推薦とか、指定校推薦とか、いろいろね、大学行く過程でね、いろいろこう、形式があったりするんですけども、僕は、なんかスポーツ推薦と、なんか指定校が、ちょっと合わさったような形でね、指定校で行ったんですけど、ちょっとスポーツ推薦も入ったような感じでね、大阪の関西大学っていうところに進学するんですが、その前にちょっとね、僕がプロを意識する出来事がありまして、どういうことかっていうとですね、僕、そこまで有名な選手ではなかったんですけども、自分のプレーにはちょっと自信持ってたんですね。肩も強かったですし、ちょっとね、自分でもできるんちゃうって思ってたんですよ、正直ね。で、でもね、言うてもね、高校生の、高校2年生、3年生が、生きてね、調子に乗って、俺ちょっとうめえぞ、みたいな感じで、言ってるぐらいだと思ってたんですよ、自分もね。自分もこんなこと言ってる、思ってるけど、実際上には上がいるし、僕なんて全然ダメだろうって思ってたんですね。ですけども、僕のね、その東山高校のチームメイトが、中央大学
まあ、今で言ったら阿部監督の母校ですよね、に、セレクションというかね、野球のセレクションを行くという時がありまして、それにね、小山お前もついてってこいと、まあ、中央大学だったら強豪校だからいっぱいこう全国各地から上手い人が集まってくるから、その中でお前がどれぐらいやれるのかっていうのをちょっと一回ね、まあ、腕試しじゃないけど行ってこいよっていうふうに、高校の東山高校の監督に言われて、で、そのセレクションに行くことになったんですね。で、まあ、すごいね、人数も100人ぐらいいてたんだな、もっといたんだな、120人ぐらい、セレクションに来てて、まあ、結果的にね、僕最終審査まで残ったんですけども、最後に落ちてしまったんですね。で、それでまあ結局ね、そのセレクションには受からなかったっていうことだったんですけども、たまたまね、その時セレクションを見に来ていた、その前の年まで西武ライオンズの2軍監督をやってらっしゃった方が、次の年、まあ僕が大学入学する年からですね、福岡県かどっかの九州の方で、野球部の監督をされるというところで、ちょっとね、それを、なんていうんだ、セレクションしに来てたんですね。セレクションというか、こう、スカウティングをされに来てたんですね。で、僕、そのスカウティングにですね、引っかかってですね、その監督さんがわざわざ僕の高校まで来てくださって、ぜひね、この大学で私と一緒にプロを目指さないですかみたいな感じでね、わざわざね京都まで来てくださったんですね。ただその時には、まあ、関西大学の、まあ、入学というのが決まってましたんで、まあ、お断りしたっていうところがあったんですね。でその経験から僕はですね、あれ意外と自分プロを目指せる可能性あるんちゃうかみたいなところをその出来事でね感じたんですね。で、まあ大学でね、まあ4年間あるわけですから、まあ、しっかり頑張ったらもしかしたらプロいけるかもしれないっていうふうに、その時に初めてねちょっとプロをね意識したっていうところがあったんですね。で、まあ、関西大学に無事入学しましたと。で、まあスポーツ推薦の子たちと一緒にまあ練習をしてたわけですけども、まあね、まあ簡単に言うとですね、まとめて言うとですね、僕の大学生活というのはですね、まあなかなか試合に出れなかったんですね。はい。僕もね、やっぱりね、調子乗ってますからね、そんなこと言われてますからね、調子乗ってるから、なんなん試合出るって当たり前やろ、みたいな。まあ、2年生ぐらいから試合出れるやろ、みたいな感じで思ってたわけですよ。なんですけども、実際はですね、僕大学でね、僕1試合しか試合に出てないんですね。うん。ベンチに入ったのも1回だけかな。うん。4年間で1回しか入ってないんですね。それというのも、いろいろね、これもね、いろいろありましてね、まあ同じ学年に、まあ、キャッチャーの子がいまして、僕キャッチャーだったんですけども、キャッチャーいまして、まあその子が1年の春からこうリーグ戦でずっと出てたわけですよ。で、僕からするとですね、そんなうまいかって正直思ってたところはあったんです。調子乗ってたからね、僕もね。で、まあ結果出せばそれって覆っていくやろって思ってたんですけども、まあなかなかね、結果を出してもですね、なかなかこう、まあレギュラーにこうしてくれないというか、してくれないって言い方はね、化石というかね、良くないですけども、なかなかこう、試合出場に、こう、させてもらえるようなね、環境ではなくて、で、僕、ちょっとこう、ね、やっぱりね、若かったから、拗ねちゃったんですね。うん。もうええわって。もうこんな、俺こんだけ結果出してんのに、お前試合でこんだけ打って、守備でもやってんのに、なんで A に上げてくれへんねん、みたいな。ベンチに入れてくれへんねん、みたいな感じで、ちょっと拗ねちゃったんですね。で、まあ大学生って、まあ就職活動とかがありますから、まあ3年生の秋のリーグで、なんて言うんだろう、就活に行く組と、そのまま野球を続ける組にね、2つに分かれるんですね。こう、パーンって分かれるんですね。で、僕はもうその時にもう試合使ってくれへんやったら、俺もう就活行ったろわって、もう普通の一般企業、どうせ試合出てないんやったら、もうプロにもなれへんし、大学でね、活躍してなかったら社会人にも行けないわけやから、もうええわ、就職活動するわ、つって、リクルートスーツに着替えたわけですよ、僕そこからね。で、僕はですね、そこからリクルートスーツ着て、まあ、説明会行ったりとか、まあ、インターン行ったりとかしまして、内定をね、2つ持ってたんですね。まあ、大きい企業です。めちゃくちゃ大きい企業持ってて、で、まあ、そこに、まあ、入社しようかなって思ってたんですね。ただ、本当に入社しようかなっていうふうにね、決めあぐねてる時に、もう本当にもう決断せなあかんって時に、やっぱり俺野球したいなというかね、本当にこの会社に入って、
10年20年働いてっていいんだろうかみたいな感じでね、ちょっとこう自問自答したわけですよ。その時にですね、やっぱりあかんと、もうやっぱり自分がやりたいことやりたいっていうところで、もう内定を辞退したんですね。で親に頭下げて、うん、で来年もう一回就活させてくださいみたいな感じでね言って、あの頭下げて辞退したわけですよ。でそっからですよ、僕は自問自答な毎日、本当に僕は何がしたいんだろうというふうに考えてたらですね、やっぱり野球がやりたいっていう結論に至りましてね。でもね、先ほども言いましたように、大学で試合にも出てない、活躍もしてない、誰も僕のことを知らない、じゃあどうやって野球続けていくっていうふうなところでね、すごく迷ってたわけですよ。今から社会人野球になかなか行けるわけでもないし、プロにもなんかもねなれるわけないと思ってたんですけども、ある時にですね、SNS ですね、今でいう X でね、そのジャイアンツの入団テストをやりますっていうところがね流れてきたんですよ。でこれやと思って、僕ジャイアンツファンだったんでね、僕1年間ぐらいリクルートスーツ着て就活してるわけですから全然動いてないんですけど、そっからねこう調整スローイングしたりとか、バッティングをもう一回練習し始めたりとかしてね、そのテストにね間に合うように調整したんですよね。でそのテスト受けに行って、100人近くいたかな、そのセレクション、まあ前あの中央大学でやったようなセレクションですよ、うん、もうね自信があるやつがいっぱいいるようなところに行ってでやったわけですよ。そしたらですね、なんか知らんけど受かったんですね。でそれで受かっただけやろうと、でまだドラフトに指名されないよって確定じゃないよっていうふうに巨人のね方から言われてたんですけども、ドラフト会議見てたらですね選ばれたんですね。びっくりしましたよ。まあ、育成でだったんですけど、関西大学小山って言われて、うおーってなったんですね。で、それで僕、まあ、プロ野球選手になれたってとこなんですけども、まあ、実際僕ですね、大学の野球部を中退というかね、やめてそのテストに受けてるわけなんで、受けたんで、だから関西大学野球部卒ではないんですね。というのも僕就活してて、まあ、監督とかもね、僕監督を嫌ってたんですよ、正直。出してくれないからね、その時ね。でだからそのプロ志望届っていうのを出さないといけないんですよ。だけども監督のハンコがいるんですよ、それいるのにね。だからその僕中が険悪やから、そんなん監督に頼めないから、だったらもうやめたるわっつってやめて、でそれで無所属っていう形、関西大学の人間として行ったんですね。関西大学の野球部じゃなくて、関西大学という、関西大学小山翔平という、肩書きでね、受けに行って、受かったんですよね。だからちょっと、プロ志望届ってほぼ全員が出す、もうほぼ 100% の人が出すんですけども、なかなか、プロ志望届を出さずに、受かってる人、受かってる人というか、プロに入った人って、なんか、2人目かなんかなんですね。僕がその2人目なんですけども、まあ結構珍しいんでね、リクルートスーツを1年間ぐらいずっと着てて、野球をもうね、ボールもほとんど握ってなかった人間がですね、急いでこう調整してジャイアンツのテストに受けて、でなんか受かって、でドラフトでも指名されて、まあ入団して、まあ3年でね結局クビになって、今 YouTuber やってるというすごいなんか面白い人生ですけども、まあ僕はこの経験から伝えたいことは、やっぱり自分のやりたいこととか、なんかこう、なんか志とかね、そういったものがあるんだったら、やっぱ人生一回しかないんで、まあ、後悔せずにね、どんどん挑戦していくってことは結構大事なんじゃないかなと思ってて、まあ、僕が今サンフランシスコにいるのもね、そういった僕の、まあ、ポリシーじゃないけども、そういったところがあったりするんで、ぜひねこの動画を見てちょっとでもね、いやあいつできるんやったら俺でもできるやろとか、うん、あんななんか調子乗ってるやつが受かったりできるんやったら俺もできるわってちょっとでも思ってくれたら僕すごく嬉しいし、僕もね負けないように頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでね今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わろうとしたんですけども、チャンネル登録ね、5万人目指しますんで、チャンネル登録ポチ、高評価ポチよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。